はい、どうも J チャンネルです。かねてからね、動画で言ってました、初心者セットのギターを安いやつをね、買いました。セットで買いました。今こっちで来てますけどね、ちょっと買った後にね、また安いのが出ちゃったんだけど、まずね、何を買ったかというと、こちらです。これがですね、ドナーというやつですね。DAG の 1CEエレアコですね。エレアコ買いました。13,999円でした。これ買った後にですね、ヤマハにすればよかったかなというのをちょっと後悔しましたね。やっぱり作りがやっぱりヤマハの方がいいかったような気がしますが、音はこっちもいいです。でその後にですね、ヤマハのね、620をね、24,500円で紹介したんだけど、よく見たら楽天の方でね、19,800円で初心者セットがありました。これはね、 F600 ってやつです。あー、こっちの方がいいかなって。こっちはちょっとね、作りが雑です。雑だけど音はまあまあいい。で、ギター講座の方もね、これを使ったのを何本か今撮りましたので、順次出てくると思います。ただね、音はね、まあまあいいんですよ。ちょっとやってみましょう。13,300円感じです。どうでしょうか。13,999円には思えない。まあまあ、ちょっとね、中を覗いたんだけど、やっぱ作りが雑だね。でもね、13,999円でしょ。で、実質はね、1万円弱ぐらいですよ。セットとかね、チューナーとかついてるし、これチューナーもついてるんですよ。だからチューナーを、電池入れたらチューナーが鳴りまして、チューナーもついていて、なかなかね、いい感じです。はい、音的なことやってみましょうかね。今これね、U44 でつないでます。エフェクターは全くつないではいいんですね。素のままでやってます。生の音です。この生の音にエレアコでつなぐとどうなるかっていうのをやってみたいと思います、ね。エレアコはね、この XLR のアウトもあるんですよね。とりあえずこうジャックでやってみたいと思いますが、ちょっと音を切りますね。この、マイクの音をちょっと切りますね。ちょっと無音になります、ね。だからエレアコラインだけの音になります。ラインだけの。今ミックスを両ミックスすればなんとなくいいよ。どうでしょう、ミックスをすればいいんですね。ラインだけの音がちょっといまいち。ピエゾの感じが抜けないっていう感じですけど、生音とミックスすればなんとなくまあまあの音がします。
この春からね、初心者の方でギター始めようという方は、13,990円セットと、あとヤマハですね、19,800円とか、23,000円ぐらいでありますのでね、よかったらぜひね、ギターを購入して J チャンネル見て、ギターね励んでもらいたいと思います。はい、ね、こちらもう一つね、この XLR でつながるんです。こうするとね、音が結構いいです。まあまあ良くなったですね。ちょっとこれ、はい、こういう感じでですね、ラインの音もまあ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 じゃないでしょうか。この値段でこれが出ればいいんじゃないでしょうかね。マホガニーのね音がします。と値段が 13,990円、ヤマハの方がおすすめかなと思います。ヤマハの方がしっかりした作りです。 19,800円だったらヤマハで売ってます。で、あとはもう一つ、2万いくら出したらもっといいのもありますけど、とりあえず安いのがいい方は1万これが13,999円、10点セットぐらいですね、やってます。よかったらまたね参考にしてもらいたいと思います。しばらくこれ使っていくと思いますけど、あともう 1,2 本買いたいなと思ってますね。まあまあでしょう。どうぞ。こういう感じでね、1本もね、動画撮ってますけどね、あともう一つ動画が撮ってます。これはね、初心者の方のためのですね、動画を撮りました。どんな動画を撮ったかというと、多分ね、例えば初心者の人がね、買ってどうしたらいいかなというふうな感じで困っちゃいけないので、初心者の方がギターを買って開けて、そこから、チューニングやって、何をやったらいいか、練習したらいいか、そこまでをね、ノーカットで、ノーカットじゃないかな、ビデオ開けた後からずっとこう、開封した後からずっとビデオを流してますので、それを編集して、アップロードしたいと思いますので、これからね、ギターを買う人、買おうかなと思ってる人、よかったら参考にしてもらいたいと思います。G チャンネルでした。今回はね、新しいギターをね、まあ、公約通り買ったということでね、ご報告と。ギターはドナーのですね、DAG の 1CE というエレアコを買いました。13,999円ですね。まあ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 でしょ。この値段でまあまあでしょ。ただちょっと、この値段だったらこれで十分じゃないでしょうか。あとはちょっとね、このサドルとかね、このピンなんかをね、変えようかなとは思ってますけどね、あんまりお金はかけたくないんですけど、まあでもね、ちょっと思ったよりね、質もいいです。パカしてみますよ。音がいいです。で、これはね、ピックガードがついたので、ピックガード貼りました。こうちょっとこう、ビニールが破れかけてますけどね、こう。これはちょっと欲しい。ビニールが破れかけてる。ちょっと若干ここらのこのね、なんていうかな、フレットのあれがちょっとこう、ちょっと角が取れてないっていう感じですね。この角っていうかなんかね、でもまあまあですよ。どうでしょう、聞いた感じ、聞いた感じで皆さんね判断してもらいたいと思います。F も抑えやすい。たらいいねボタンとかね、コメントなんかもいただきたいと思います。 J チャンネルでした。今回初心者セット買いましたというご報告でした。ではまた。